60代前半の男性ですが、まあ、今朝タイム誌にですね、民主主義に貢献したという理由で、ゼレンスキー大統領が今年の人に選ばれました。私は自分の気持ちと考えを冷静にまとめるのに30分ほど時間がかかりました。先生、このニュースをどうか自分の言葉で分析評価してくださいということですけども。どこでしたか、メディアは？タイム。ニューヨークタイムですね。あのタイムっていう雑誌があるんです。タイムの雑誌ね。はい。ニュースまあよくあるんですよ。タイムですね。タイムっていう雑誌は間違いばっかやってるんですよ。タイムっていう雑誌はね、昔はまあある意味で硬い雑誌だけど、まあ今ではアメリカのエスタブリッシュメントの偏りですね。だからタイムの編集局にいる偉い人っていうのはおそらく、ちょっとこれ小崎さんの方が知ってるでしょうけど、多分年俸は3000万から5000万ぐらいだと思います。で、3000万から5000万の人で、まあ、その人が自分がいいと思うことは、年俸が500万とか600万とかいう普通の働いてる人たちをすっかり馬鹿にしないとできないわけです。で、今度のウクライナ戦争っていうのはまさにアメリカのエスタブリッシュメントが、エスタブリッシュメントっていうのは二面性があるわけですね。地位が高くて文化人であって、かつ自分の心と自分の行為を全く正反対のことができる人たち。これがエスタブリッシュメントなんですね。まあ、日本で言えば NHK とか朝日新聞の首脳部と一緒ですね。だから、この人たちは、まあ、極端に言えば悪の権化なんです。だから、ウクライナ戦争っていうのは、まあ、ゼレンスキー大統領が一番よく悪い人なんですけども、民主主義でも何でもないんですが、その人、その、善人であるとか民主主義だというふうに嘘をつくっていうのはもう非常に巧みなんですね。嘘をつく方法は簡単なんですよ。世界中が知らないときに、ゼレンスキー大統領というのはこういう人だという嘘の情報を最初に流すと、人間の頭はそれが最初に入ります。その最初に入れたら次の人がゼレンスキー大統領はペテン師だと言ったらそれが嘘に聞こえます。この手法を使うのが、まあ、日本では NHK と朝日新聞であり、まあタイムズであるもニューヨークタイムズでもそうなんですけども、まあそういう、まあいわばエスタブリッシュメントという、家柄が良くて、給料が高くて、頭が良くて、自分が得のになるためには、詐欺師ですね、簡単に。詐欺師はそう言ってると、それは確かに詐欺師だからまあそう言うだろうなと思いますけどね。何でしょう、今は、ウクライナをアメリカのものにして、次に、ロシアの、その財産を次々と自分のものにして、そして、ロシアの富をアメリカに吸おうとしてるわけです。それはかつて、1990年代に大成功を収めて、ロシアの富の半分がアメリカに流れました。まあ、それはもうアメリカ人にとっては本当に素晴らしいことだったわけですね。まあ、ロシアはそのためにものすごく大きな影響を受けて、ロシア人の平均寿命が10歳以上下がったんですね。だからまあ、平均寿命が10歳以上下がるということは、もう大きな打撃だったわけです。しかし、それを知的に行うということができるんですね。昔だったら鞭を打つとか、それからショッピーで来て餓死させるというような方法で、富を吸い上げたんですけども、奴隷にするとかですね。まあ、1600年から1800年ぐらいのヨーロッパっていうのは、アジア人とかアフリカ人を奴隷として引っ張っていって、それで自分たちだけが、まあ、宮廷音楽を作ったって、ちょっと言いにくいんですけど、そういう状態だったのが、現在ではもう少し、大脳コントロールの方法が上手くなってやってるわけですね。これはアメリカはウクライナと関係ないんですよ、先生。アメリカはウクライナと関係ないし、アメリカはロシアを痛めつけても関係ないんですよ。まあ、だけどアメリカが猛烈に今武器を供与し、兵士をあれしてるのはなぜかって言ったら自分たちが儲かるからですね。そうですね。はい。そのゼレンスキー大統領のことをこういうふうに評価するっていうのは実に爆発を表してるってことじゃないですかね。まあ、惨めな人間だってことが言えると思いますね。まあ、自分たちがやってること、まあ、タイムってアメリカの雑誌ですけどね、その自分たちがやってる、まあ、
アメリカその資金提供して、で、それで、その武器を供給して、まあ武器が売れる。で、そして兵士を派遣して、で、それで、その戦争を長引かせている、まあ人でもあるのがゼレンスキーであるわけなんですけど、結局、その、大きな枠組みですよね。その資金提供した、それで、その裏金が、そのアメリカの民主党に流れて、で、その仮想通貨のあのね、FTX の破綻の流れって見ても、そういう流れがあった中で、その裏が見えないで、表上のメディアではですね、そのタイムみたいにね、ね、2022年、ね、民主主義に貢献した人、みたいな感じでやれば、もう大衆はみんなそれがそうだというふうに見えてですね、まあそれがあたかも正しいようには見えるわけなんですけど、まあでも、まあそういう、その、まあ見方っていうものがね、なんか、できるとですね、まあ、幸福になんか繋がっていくんではないかなとは思うんですけどね。はい。わかりました。ありがとうございます。幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックして、ぜひご登録ください。